おはようございます。今朝約7時。昨日はね1時間半くらいしか寝れなかったんですけれども、今からウクライナに行きます。飛んでジトーミルっていう場所に移動して、で明日コンサートですね。今日の朝ごはんはスクランブルエッグ、チーズ、ハム、ヨーグルト、バナナ、オレンジジュース。眠い。日本を経ってから36時間ぐらい経つんかな。ベッドに寝転がってたら2時間ぐらいですからね。ちょっときついな。ウクライナ行って練習したら今日はしっかり寝たいね。せめて6時間ぐらいは。ちょっとオランダの景色を映しましょう。おはようございます。朝9時オランダのスキポール空港、今から、ウクライナのキエフに飛びます。3時間ぐらいかけて、到着します。 LINE が結構人でいっぱい。ウクライナのキエフに来てます。こんな街なんで久しぶり、2年ぶりかな。公園、ウクライナのおじいさんたちがチェスしてます。いいね。日本でも昔は将棋とかやってましたけど、あれシェフチェンコ像ですね。あの赤い建物が有名なシェフチェンコ大学、多分日本でいう東京大学みたいな感じかな。これでもカフェなんか。ジトーミルのホテルに着きました。すごい部屋が広くって、景色こんな感じ。すごくウクライナっぽいですよね。さすがに寝たいね。でも今日も寝ずに今からピアノ練習しに行きます。その後しっかり寝れます。やっと行ってきます。でここがねジトーミルのホテルです。こんな感じ。これホテルですね。これがジトーミルの街だ。今日はここでピアノの練習をさせていただきます。ジトーミル、元気ですか？大変ですか？お久しぶりです。皆さん、名古屋に住んでいる。あ、こんにちは。よろしくお願いします。いやいやいや、ナイスミーティング。イギアさん、テンペイ。僕も撮ってもらっていいですか？今日はこんなところで練習です。空気感違うから見てて楽しいですよね。この電子ピアノ用意してくださいました。ウクライナってね、結構アコーディオンを演奏している率が高いんですよね。よっしゃ、目覚めの曲か。おはようございます。おやすみ。ウクライナのパンケーキ、ムンチっていうらしいですね。中にチキンが入っている。こんな感じです。朝ごはん。Не отримає дуже багато подарунків, але точно отримає ось цю штучку від Руть, пані Руть. Japan Center のスタッフのアンナさんです。今日はここでコンサートがあって、そこにフライヤーが貼ってますね。じゃあ行ってきます。今日はここジトーミルのフィルハーモニーホールでコンサートです。素敵な客席ですね。ヨーロッパ全カ国ツアーの一番最初のねコンサートがここです。Present for you. I made a little sketch when you were just playing. Yeah, thank you so much. すごい綺麗。ハラショ。ありがとうございます。ジャクユー。バイバイ。ありがとう。僕の大好きなジャパンセンターの皆さんです。今日は皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。これがウクライナの名物のボグラッチ。これ結構塩辛くてなんか東北のスープみたいな感じ。これサラダですね。あとこれがウクライナのおかゆで、なんていう名前ですか？バナシ。これはペルメニと言いまして、ロシアの餃子ですね。中にチキンとチーズが入ってます。ウクライナの人たちはみんなサワークリームで結構料理食べるんですね。ジャパンデイズっていうことで、僕のそのイベントの一環でコンサートさせてもらったんですけれども、はい、それで日本の国旗がねちょっと至る所に掲げているみたいですね。やっぱりなんか空の青さが綺麗ね。これがジトーミルの中心地です。ジャパンデイズのイベントのMy night? Actually, I was so tired. When I take off my clothes, I slept and... immediately. Yeah, yeah. Next one is Holanda. Holanda. Next one is Germany, Poland. 6時間？ 今ウクライナのキエフの空港です。昨日ジトーミルでコンサートが終わって、今日今からアムステルダムに飛びます。3日間だけの滞在でしたね。今回すごい短かったんですけれども、ウクライナまた来ます。